終わったんですよ、今、ね、今終わったんですあ、そうなんです。だからもうこのマッコリの減り方がほぼ一緒だと思います、はいはい、さっきまでの配信していたのとね、私すっかり飲み終わっちゃいました、はい、すいません。ムーさんにはだから10年以上ぶりぐらいに、はい、出ていただきました、トークライブお越しいただきまして、はい、久々に40代頭と50代頭の、はいはい、辛さを聞いていただいたんです。そんなトークライブ見たいか。これ大丈夫なの？これなんか大丈夫、うん、見てる人がなんかもうしんどくなっちゃう、もう笑いあり涙ありの人情喜劇だと思って見ていただくそうですね、そうか、まあ、はいはい、と一緒に ね、うん、そうそうそう、大丈夫ですか。今のは私じゃないって言いたいじゃん。ね、大丈夫。でもコード踏んだんですよ。ね、ごめんなさい。やってんだよ、だから結局やってんだよ、こっちやってんだよ。はい。まあ、はい、あーだこうだ2時間ちょっと以上喋りました。9分喋りました。はい、そのトークライブが、うん、一応ね見え張ってね、はい、ライブが始まる前の時間まで変えますって言ってたんだけど。はい嘘です。嘘もおかしいか、日曜の9時まで、21時まで変えるようにまたちょっと伸ばしましたんで、よろしかったら週末飲みてえななんて思う方ね、ぜひ2時間9分流し見しながら飲んでいただけたら嬉しいなと、はい、お願いします。飲まなくてもいいしね、なんかラジオみたいに聞いてもらってもいいですし、はい、日曜いっぱいまで23時59分まで見られるの で、はい、よろしかったら、はい、なんで私巻き舌なの、え、よろしかったらって、よろしかったらよろしかったらどうしたの、なんだろう、なんだろう、よろしく、よろしくって言いご覧くださいあれがバラが悪い、雲巻いちゃった、ね、すごいね、すごいね、いけんだね、よろしかったらご覧ください日曜日までね、27日、そういえばなんかあったよね、そういうのブルンブルンブルン、あー懐かしいね、あったわ。そんな話を2時間9分しておりますので、たらたらと、はい、そんな感じです。よろしかったらご覧ください。日曜に21時まで買えます。はい、お願いします。聞いてね。